琵琶湖から流れ出る唯一の河川。瀬田川、宇治川、淀川と名前を変えて大阪湾に流れ込む。滋賀県、京都府及び大阪府を流れる淀川水系の本流で一級河川。流路延長 75.1km、流域面積8240平方キロメートル。なお、先日の流路延長は琵琶湖南端よりの延長であり、 川口から最も遠い地点は、滋賀県、福井県の分水嶺である土地の木峠であり、淀川の源の石碑が設置されている。この場所は、琵琶湖へ流入する河川、高時川の水源地であり、そこからの河口までの直線距離は、約 130km、流路延長に換算すると、約 170km となる。瀬戸内海に流れる河川の中で、 流域面積が最も広く、流域人口は西日本で最も多い。また、琵琶湖に流入する河川や木津川などを含めた、淀川水系全体の視線数は965本で日本一多い。第2位は品野川、第3位は利根川となっている。大阪府大阪市と淀川、またその周辺都市の衛星写真を写しで、琵琶湖から流れ出る。 ここでは、瀬田川と呼ばれる。京都府に入るあたりで宇治川と名を変え、さらに、京都府と大阪府の境界付近、大山崎町で、桂川、木津川と合流する。この合流地点より下流が協議での淀川となる。その後も大阪平野をおおむね南西に流れ、大阪市で大阪湾に注ぐ。宮古島区付近で、旧淀川と分流し、 以降の本流を新淀川と称する場合もある。旧淀川は、大川、道島川、安治川と名前を変えて、大阪湾に注ぐ。なお、河川法上では、琵琶湖が淀川の水源としている。従って、琵琶湖より流出する瀬田川、宇治川は、法律上では、淀川本流である。また、琵琶湖に注ぐすべての河川も、水系では、淀川水系として扱われる。 さらに、葉川である神崎川に合流する愛川、稲川などの河川も淀川水系として包括される。江戸時代までは、大和川も淀川に合流していたが、付け替えによって本流が分離され、現在は、独立した水系として扱われている。ただし、大和川の旧本流である長瀬川、及び平野川が現在でも、大和川から分流し、第二根屋川、根屋川を経て、 旧淀川に合流している。大阪市域は海が近いため地下水には塩気があり、江戸時代には淀川の水が飲料水として使われた。2001年時点では水環境の研究者の目線で言えば、大阪の水は京都の水と同じくまずい水の最右翼に入るとされているが、天明年間など、江戸時代には水は経過大阪かともてはやされていた。 瀬田川は、瀬田、宇治川は、宇治、淀川は、小倉池の出口にある淀など、沿岸の地名に由来する。淀川流域は古来、日本の政治、文化、経済の中心地として、極めて重要な位置を占めていた。それゆえ、仁徳天皇時代まむたず鼓の建設に始まり、河川整備が繰り返されたが、洪水もたびたび起きた。奈良時代から、 戦国時代にかけて、奈良時代の僧侶行期は、琵琶湖周辺の浸水被害を防ぐためにはより多くの湖水を唯一の流出河川である瀬田川に流す必要があると考え、瀬田川沿いにある小さな山を掘削することを試みた。この山が川に大きく張り出しているために瀬田川の川幅が急に狭くなる箇所があり、上流が豪雨に見舞われると水をせき止めて上流に洪水を、 もたらすことが頻繁に起こっていたためである。結局、狂気は山を掘削することで下流が氾濫することを恐れて計画を断念。さらに、山を削ることを急めるために、大日如来を祭り、山に手をつけるとたたりが起こるとの言い伝えを残した。2017年現在、大日山と呼ばれている、この山は、1901年に、 明治29年琵琶湖洪水水害を契機とする、淀川水系治水工事で切り取られ、瀬田川の流れは増大した。平安時代末期の白川法王は、湯のままにならぬ、天下三不如意として、比叡山延暦寺の総兵、平、凄六博地の才の目と並んで、淀川上流である鴨川の治水を挙げた。戦国時代に全国を統一した、豊臣秀吉が晩年。 伏見に京を移すにあたり、宇治川の改修を行った。その主なものは、巻東帝を築くことで、京都盆地南部に流れ込む宇治川の流れを、小倉池に直接流れ込む形から、現在のような伏見への流れに変えたことである。このことにより、宇治川は桃山丘陵に築かれた、伏見城の外堀の役目を担うことになるとともに、水位が上がったことにより、 伏見城下に港を開くことを可能にした。また、淀包みを、伏見・淀間の館の内側右岸に築き、流れを安定させた。これにより、伏見は交通の要衝として栄えることになった。江戸時代京都名所の内淀川長江山東1800年代。歌川国員が江戸時代、徳川家康の命により、方向時代仏殿造営のための資材運搬を、 鴨川を用いていった門倉領ラ与一親子は、高級的な運河として高瀬川を開削、京都への水運整備を行い、物流を発展させた。大阪においては、道頓堀が開削され、大阪夏の陣で荒廃した、市中の再建が進められる中で、水運と橋梁の整備も進んだ。大阪は、江戸の808町に対し、808京と歌われた。 さらに、農業技術の進歩と江戸幕府による神殿開発奨励の中で、宇治にある小倉池の干拓も始まった。経済が活発になると、新炭の採取や神殿開発が進み流域の伐採が進んだ。森林の喪失は、山間部からの土砂流入を招き、氾濫などの原因となる川床の上昇が進んだ。このため幕府は1660年に、 山城国、山和国、伊賀国で樹木の根株の採掘を禁ずる例を出した。加えて1666年には、全国版というべき諸国山川沖手を発しているが、それでも土砂流入は収まらなかった。江戸時代の瀬戸川の春節は、まず1670年に、琵琶湖沿岸の村々の探岸を受けて、国益として行われている。1683年には、 稲葉ただし9と河村瑞剣による現地視察が行われ、稲葉が失脚した翌1684年に河村による河川改修工事が行われた。さらに1699年には河村瑞剣の大武神と呼ばれる大工事が行われている。1733年にも瀬田川流域の住民が春節を願い出ているが、京都、 大阪の住民が大洪水を被ると反発し、幕府も下流地域の治水、周運への影響やまた浅瀬が軍事的に重要な都川地であることを考慮し、自部神であってもこれを許可しなかった。根強い陳情にもかかわらず幕府が反応しなかったため、住民は、しじみとりと称して、川底を掘るなど幕府を翻弄し、結果住民の不満を抑えるため、このしじみとりは、 川沙へと同じ効果があるとして、元独年間から明治元年まで免税を受けることになった。また、1737年には小規模な春節が認められたが、一時的に疎通能力を改善する程度の効果しかなかった。その後、高島軍福津村の省や、藤本太郎兵衛が177村の意見を取りまとめ、軍役所に陳情し、また、 下流の宇治川淀川沿岸の村々とも話し合いを重ね、その結果1785年に自部神での春節の許可を得ることができた。しかしこの春節は1737年のものと同様小規模なものであり、しばらく経つと再び土砂が堆積することとなった。そのため、藤本太郎兵衛は四代に渡り努力を重ね、下流の 約300村の同意を取り付けるなどし、結果、河村瑞賢の大武進以来となる大規模な春節工事が、大津大館所の管理のもと1831年に開始された。この工事は、琵琶湖沿岸300村による自武進であったため、農民は重い経済負担を課せられた。なおこの間千八百七年五月には、大雨により琵琶湖の水が溢れ、京都、 大阪に洪水をもたらしたと、大阪の画家、行商生は、運金随筆に記している。明治時代、東京テントが行われた後、錆びれてしまった、京都の産業復興と、上水道、灌漑、水運、水車の動力確保を図るべく、京都府知事、北垣国道は、神戸大学校卒の若い技師、田辺北郎と共に1885年、琵琶湖からの取水計画を推進。 日本で初めての縦工を用いたトンネル改作などの難工事を経て1890年にビワ湖疎水を完成させ日本初の水力発電所であるケアゲ発電所の運用を開始京都に日本初の路面電車開業をもたらした1908年にはビワ湖第二疎水の建設が始まり1912年完成した水力発電所は この後、淀川本川、宇治川に静川ダムが建設された。治水事業に関しては、旧内務省により招聘された GAS セルやヨハニス・デレー家により砂防工事をはじめとする事業が着手された。特に砂防事業は日本における近代砂防工事の原点ともなっている。現在でも滋賀県を中心に砂防ダムの遺構が残されている。 その後、淀川は内務省による直轄改修河川に指定され、以後数度にわたる大規模な河川改修が実施された。1890年には、同年に完成した、瀬田川鉄橋の橋脚が水流を阻害していると考えた滋賀県内の有志により琵琶湖、水利院同盟が結成され、橋脚撤去の請願が退けられた後、瀬田川春節の請願を行うようになる。 これに対し、1885年の淀川洪水で大きな被害を受けており、工事によって洪水の危険性がより高まると考えた下流説、河内11軍の有志は、淀川改修規制同盟を組織して、春節工事に猛反発した。1891年から翌年にかけ、滋賀県の大越徹知事が、内務大臣に瀬田川春節を数度にわたり、陳情。 1893年には部分的な春節が実施された。1885年の淀川洪水の後には、大阪府による旅重なる淀川改修要請も行われている。これらを受けての1889年から1897年の淀川改良工事では、瀬田川荒井の建設による琵琶湖の水調節、中流部では、伏見淀ド間の宇治川稼働付け替え、 桂川、木津川の河道を付け替えて、合流地点を、淀付近から下流よりの現在地への移設、新淀川改作工事が大規模な事業として名高い。瀬田川荒井図駅は1904年、瀬田川の流下能力増大による琵琶湖畔及び、瀬田川下流の洪水調節を目的に建設された。一方、新淀川改作であるが、従来の淀川川口部は、大川、中津川、 神崎川の三河川に分流して、大阪湾に注いでいた。中津川流路を利用して一つの放水路にまとめ、毛ま洗い関を建設して、大川を関から分流。神崎川は市津ひ紐により分流させて、現在の形とした。また、周運が発達していることも考慮し、毛ま、伝房公門を建設して、周運を円滑化させた。 この新淀川改作工事は1910年に完成。多数の住民が移転を余儀なくされたが古来より続けられた淀川川口部の治水事業がこれにて完結した。この集築工事を指揮した内務省議官、沖野忠夫は後にその手腕を買われて、石狩川治水事務所長となり、石狩川本川、支線の早水路事業を展開。 蛇行した石狩川を直線化しているがそのノウハウは、淀川で培われている。淀川改良に伴い、中津川が廃川となったため、1897年大道、村か13河村により、普通水利組合が設置され、川右岸にあたる大道、村大技北大道技3000の地に問いが設けられ、農業用水が取水された。 三千戸い1917年9月末から10月にかけての大正大水害を受け1918から1932年にかけて世話り包みの築造、宇治川右岸間月橋ミスに築堤建設と伏見港へのミス港門の建設された。が1934年9月の室戸台風、1935年6月と8月の 京都大水害と立て続けに水害に見舞われ再度の堤防かさ上げが計画され、戦争による中断もあったが1954年に完工した。また中流部では小倉池の干拓が主要な事業となった。前期の伏見、淀川の宇治川稼働付け替え、足島堤東新堤の築造、大池排水路、比門新築などによる河川改良工事が行われ、宇治川と 小倉池が分離された。流水の途絶によって、小倉池の水質が悪化。漁獲口の減少や伝染病の流行などが起こったこともあり、1933年から1941年に行われた国営観拓事業によって完全に農地化され、太古から京都盆地に存在した小倉池は姿を消した。さらに、流域の急速な人口増加。 産業地域拡充に対応すべく1935年より、内務省による下水統制事業として、淀川第一気下水統制事業が手掛けられた。この事業では、従来の治水目的として瀬田川浚節、大戸川付け替え工事、瀬田川協作部である関の土地点の岩盤掘削の、ほか、利水目的として、琵琶湖疎水出水口に溶水機場と拷門を建設して、 疎水の流入量を強化し、水力発電、上水道供給を確保した。だが、戦時下でもあるため他の火水統制事業のように、ダムによる河川開発は行われず、既存の施設を利用した緩やかな事業であった。終戦後各地で台風や集中豪雨による記録的災害が起こったが、淀川水系でも例外ではなかった。 特に1953年の台風13号による水害は、淀川に過去最大の洪水を引き起こし、琵琶湖沿岸や宇治川流域を中心に甚大な被害を生じた。敗戦後の経済状況をさらに悪化させるこれら水害の根本的な対策が不可欠と見た経済安定本部は、諮問機関である河川審議会の議を経て1949年、利根川、 北上川、筑後川などを全国主要重水系を対象に河川改定改修計画を策定した。この重水系の中に淀川水系は当然入っており、1954年に淀川第一気化水統制事業を大幅に改定した淀川水系改修基本計画がまとめられた。建設省近畿地方建設局は、琵琶湖を含めた淀川流域の河川、 総合開発事業を台風13号水害を基準にした洪水調節計画とした。この中で、淀川水系においても、初めて多目的ダムによる洪水調節が計画された。淀川本川では、瀬田川荒井関の改修に加え、静川ダム下流に、天ヶ瀬ダムの建設を計画。木津川流域では、支流の名張川に月ヶ瀬ダムを建設し、淀川、 木津川の洪水調節を目論んだ。天ヶ瀬ダムは上流の滋賀県が、琵琶湖開発との絡みで、県議会の建設反対決議採択などを行い、反対し、下流の京都府などとの事業調整が難航したが1964年に完成した。後に近くに建設された、木仙山ダムと揚水発電も行い、近畿有数の水力発電所、 紀泉山発電所が誕生している。なお、ヶ瀬ダム建設に伴い静川ダムは水没した。ヶ瀬ダム完成をもって、淀川水系改修基本計画に基づく河川総合開発は一応の完成を見たが、流域の急激な宅地化は、従来洪水上周地帯であった場所にも宅地化が進出し、治水安全度の低下を招いた。 このため新たな治水対策が要望され1971年に建設省は淀川水系工事実施基本計画を策定。この中でスーパー堤防の導入や長らか動石の改築計画、木津川流域、桂川流域、神崎川流域における多目的ダムの新規計画を柱とした治水対策をまとめた。こうして計画されたのが 淀川大関、イチコダム、日吉ダム、日立ダムなどである。一方、地方自治体においても、独自に補助多目的ダムの建設が実施され、従来灌外専用ダムの建設を行っていた、滋賀県では、横湖の洪水調節を図る横湖ダムの建設を、川切に日野川、安川、石田川等で多目的ダムを建設。大阪府は1967年の北節豪雨を、 木に神崎川流域の総合開発を計画、藍川ダム、美濃川ダムの建設を計画、実施した。廃線後の食料危機を早急に解消するために、農林省は1947年から国営農業水利事業を策定、全国4水系においてダム、投資校、用水路の総合的運用による水供給促進によって新規農地開墾を行おうとした。 この四水系の中に安川が加えられた。大見盆地は古くから国葬地帯として知られていたが、天井川が流域の多くを占めており、水争いの絶えない地域でもあった。すでに1939年により、滋賀県の手で安川農業水利事業に基づき安川ダムの計画が進められていたが、戦後事業は国直轄事業となり、 国営安川農業水利事業として安川ダムが建設された。その後市側の永源寺ダム等が灌溉専用として建設され、大見盆地の灌溉事業は飛躍的に改善した。一方高度経済成長に伴い、大阪市、京都市等の関西圏は急激な人口の増加に、加え、阪神工業地帯の膨張もあって、水需要の必要性も叫ばれた。 これに対し政府は九百六十二年に水資源開発促進法、水資源開発公団法を制定、水資源開発公団による水資源総合開発計画を策定した。淀川水系は、ト根川水系とともに法制定の同年、水資源開発水系に指定され、淀川水系水資源開発基本計画にのっとり、琵琶湖を含めた淀川水系全般の 水資源開発に乗り出した。これに基づき建設省より、鉱山ダムの事業承継を受けたのをはじめ、木津川上流総合開発事業として、昇蓮寺ダム、室尾ダム、布目ダム、日立ダムの木津川上流ダム群を木津川流域に建設。日吉ダムを桂川流域に、市子ダムを稲川流域に建設し、長良稼働石を大阪市に建設した。これによって、 関西地方の水需要は大幅に好転。現在は、ニューダム、川上ダムが建設中である。淀川水系流域委員会の提言1990年代以降、公共事業見直しの機運が高まり利根川水系を、はじめ多くの河川でダム建設の休止、中止が相次いだ。淀川水系においては、国土交通省近畿地方整備局の諮問機関である。 淀川水系流域委員会がダムをはじめとする治水・利水事業の可否について検討を行った。この間、わずかダムを中心とした宇治山城土地改良事業は中止。鴨川に建設予定だった京都府営の鴨川ダムも反対運動が強く中止となった。これとは別に関西電力が国内最大級の揚水式水力発電所として 建設が予定されていた加内原発電所、カブダムが電力需要の伸び悩みから建設中止となっている。2005年ヨドガ水系流域委員会は提言をまとめダム事業については計画中のダムはすべて中止するのが妥当という見解を答申した。これを受け国土交通省はあまり野川ダム、オードガーダムの建設中止、川上ダムとニューダムの規模縮小を発表。 大阪府も相川ダムの規模縮小を打ち出した。これに対し滋賀県等の流域自治体が流域の安全を軽視するものとして猛反発し流域住民も賛否分かれた。このため最終結論は宙に浮いた状態となっている。これとは別に農林水産省が越側に計画している永元時代にダムがダムのボーリング調査未実施を承知しながら建設を進めるのは 不当として、大阪高等裁判所より、ダム建設違法の判決を下されるなど、淀川水系の開発は大きく揺らいでいる。滋賀県のダム凍結宣言こうした淀川水系の河川開発が大きく揺らぐ中、2006年の滋賀県知事選挙において、当時現職だった国松義嗣を破り当選した加田幸子知事は、就任直後から新幹線新駅。 参拝処分場と並んで、ダム計画を、もったいないのスローガンに基づき不要な、公共事業として、すべてを凍結させると発表した。長野県に次ぐ、自治体単位での脱ダム施策である。対象となったのは北側第一ダム、北側第二ダム、セリタニダムの県営ダムと国直轄事業である、オード川ダム、ニューダム、英源時代二ダムの、計6事業である。 長野県の脱ダム宣言と大きく異なるのは、県営ダムのみならず国土交通省、農林水産省の直轄ダム事業も中止対象に挙げていることで、就任当初から財政的問題、環境問題の両面より、ダム事業は中止すべきとの持論を展開。ダムの代替案として、堤防建設や森林整備を中心とした自然に優しい治水事業の整備を図りることで、 ダム依存からの脱却を図ろうとした。これに対し下流受益地である京都府や京都市は事業費増大の対策に頭を悩ませていたこともあり、知事のダム凍結宣言を歓迎、支持する態度を表明。一方で上流受益地である大津市、彦根市、多賀町などは堤防建設はかえって莫大な支出をもたらすとして、ダム建設の促進を要望した。 水没予定住民も早急な建設促進を訴え、知事に反発した。知事は当初は凍結の態度を崩さなかったが、平成18年7月豪雨と直後の長野県知事選挙の影響からか、態度をややなんか。他に有効な方法がない場合は、ダム建設もあり得ると、地元との対話を重視する姿勢へ転換した。ただし知事は、治水政策について、 治水の過失により一人でも死者が出た場合は知事を辞任するとも話しており、退路を断って、滋賀県の治水対策に取り組もうとしている。2006年12月には、凍結を宣言していた6ダムのうち、セリガー支流宮川に建設が計画されている、セリタニダムについて、ダム以外の治水整備についての比較検討を行った、結果コストパフォーマンス的に、 ダム案の方が勝るという結論に達し、知事はセリタニダム計画については前向きな検討を開始した。さらに2007年に入ると北側第一ダムについても事業の推進を表明、いずれも既存の河川整備と比較し、コストパフォーマンスに優れるという理由で事業再開を決めている。この他、オード川ダムについても事業容認の姿勢を見せている。 田中康夫と異なり、地元との移転調整や、代替案との比較を進めながら、財政的観点とのバランスで必ずしも、脱ダムに固執しない柔軟な姿勢で、ダム依存型の地水脱却を進めているが、支持層の内自然保護団体は、田中のような急進的なダム撤去、中止を是としていたことから、加田知事の方針を公約違反として反発する向きもある。 河川管理者である国土交通省は、こうした一連の動きを生還していた。2007年に、加田知事は、ダム凍結宣言を撤回し、大戸川、乳野、両ダムについて、穴空きダムとしての建設を容認、国土交通省に建設再開を促したことから、事態は動き出した。2007年8月28日、国交省近畿地方整備局が、 ヨド川水系河川整備計画原案を策定し、凍結ダムの建設再開方針を打ち出した。これを受けてオード川ダムは治水ダムとして、川上ダムや天ヶ瀬ダム再開発とともに建設が再開された。ただしあまり、野川ダムは2008年に中止が決定、ニューダムについては貯水するか穴あきかで県と当時のヨゴ町の対立が激化した。また、 流域委員会のあり方をめぐり委員の選定などで国土交通省側の強引な介入があったと指摘、批判する声も大きい。国土交通省は淀川流域で過去最悪の大規模な洪水が発生し、淀川が大阪市内で発生した場合には大阪市中心部が水没するというシミュレーションをまとめている。全国的に毎年のように記録的な集中豪雨が起こっている。 現状において、淀川の治水は、流域住民の安全と、自然保護や、財政負担軽減などによる板挟み中で、難しい舵取りを迫られている。八県家浜船月城平方船月場近代以降、京阪間を結ぶ交通、物流の中心は、道路や鉄道へ移り、淀川周運は衰退した。近年、体験型観光の一環として、戦場から川面 陸上の景色を楽しめる場として、河川周運を見直す動きが出ている。京阪ホールディングスは2017年9月、大阪、天馬橋の八県家浜船付き場と、淀川河川公園の平方船付き場を結ぶ、定期観光船の運航を開始すると発表した。淀川での定期船は、第二次世界大戦後初で、京阪観光路の開設も検討するとしている。 淀川の水源である琵琶湖は1960年代以降周辺の宅地化が進んでいったが、下水道の整備がそれに追いつかず、生活排水はそのまま琵琶湖に流入する状況となっていた。これにより、特に大津市や草津市沿岸を中心とした琵琶湖南部の水質汚濁が激化、赤潮の発生や悪臭などが起こり漁業への影響が深刻となっていた。滋賀県は、 下水道整備などで対応していたが、近畿最大の水源地でもある、琵琶湖の汚染は、関西全体に影響を及ぼしかねず、根本的な対策が求められていた。この中で、合成洗剤に含まれる、有機ン分が、水質汚濁に大きく関わっているのではないかという、指摘が多くなされるようになり、合成洗剤に対する規制も叫ばれるようになった。 1980年、滋賀県議会は、滋賀県琵琶湖の不栄養化の防止に関する条例を、制定。有機林群を含む合成洗剤の追放などを定め、琵琶湖のこれ以上の不栄養化を避けようとした。合成洗剤メーカーからは、激しい反発があったが、故障の水質汚濁に悩む立地域からは、大きな注目を持たれ、水質汚濁対策の一つの分岐点となった。 1984年、水質を濁防止法の特例措置として、特定の故障に対する水質を濁を防止するための諸対策が法制化された。これが故障水質保全特別措置法である。霞ヶ浦など全国10故障が現在指定されているが、琵琶湖は1985年12月に法の指定を受け、これ以降水質保全に関する厳しい対策が、 施されるようになり、合わせて、ビワ湖流域の下水道の整備と、下水処理場での窒素林を除去する高度処理が行われ、これらにより水質は次第に改善されるに至った。淀川水系中流域で最大の生活排水の発生地域、京都市は、下水道を着実に整備し2019年度末には、市街各域の99.5%に達した。しかし初期に作られた。 下水道は、雨水と汚水を一緒に流す合流式のため、集中豪雨発生時に汚水が未処理のまま川に流される。このため1980年代半ばから、貯水幹線を順次整備して、堀川通りの下の直径6メートル長さ2.7キロメートル7万立方メートルを、堀川中央幹線をはじめ、合計50万7千立方メートルの雨水を貯める、貯水設備を整備。 また4つある、市営下水処理場に、窒素、リンを除去する高度処理設備を導入。さらに、京都の伝統産業、有前染め製造時に発生する色素が残ったオ水を処理するために2カ所の下水処理場では、オゾン処理を導入している。この結果、処理水の BOD は、国の基準水1リットルあたり2 0ラムに対して、 京都市では水1リットルあたり3ミリグラム前後に浄化される。また、西日本最大の下水処理場、鳥羽水環境保全センターでは、平成25年からメガソーラーを設置、令和3年度からお泥を燃料に加工して火力発電することが予定されている。京都府も桂川に南丹浄化センター、落成浄化センターを建設、八幡市の宇治川、木津川の合流部付近に、 楽南浄化センターが1986年3月、供用開始、聖火町に木津川上流浄化センターが1999年11月に、供用開始するなど下水道の整備を進めている。下流の大阪府下では、上水道の取水口が複数あるため、淀川左岸の渚水未来センターでは処理水を根屋川へ排水、一部は、京阪平方市駅や、 周辺の公共施設で再利用されている。淀川右岸の高月水未来センター、中央水未来センターでは処理水を相川から神崎川へと流している。故障法指定や琵琶湖条例などの施策で琵琶湖は次第に水質が改善された。漁業資源の豊富な琵琶湖は古くから船寿司をはじめ魚介類にまつわる特産品も多く。 漁業も重要な産業の一つであった。ところが近年のバスフィッシングの広がりで、琵琶湖においても外来魚による漁業被害が深刻になっていった。特にブラックバスやブルーギルといった獰猛な魚類は在来生物への影響が大きく、琵琶湖在来の魚介類への生態系が破壊されるという漁業関係者の指摘が次第に大きくなった。キャッチリリースという釣りのルールが、 ブラックバスでは逆に問題を拡大するという指摘もあって、漁業共同組合による駆除が行われていたが、いたちごっこであった。こうした漁業資源の影響を危惧した滋賀県は、ブラックバスの放流禁止と罰則を明記した、琵琶湖のレジャー利用適正化条例を2003年に、制定。ブラックバス釣りに対して厳しい規制をかけた。漁業関係者は大歓迎したが、 バスフィッシング愛好家は、猛反発、清水国明等の愛好家タレントも、マスコミなどを通じて、条例反対を訴えた。現在、琵琶湖において、ブラックバスの放流は禁止され、持ち帰ることが義務化されている。一方、1993年に、ラムサール条約の登録湿地に指定された、琵琶湖は、鳥類も多く生息するが、近年カワウの異常繁殖が新たな問題となっている。 大群が遊国河川や故障の魚類を捕獲することから漁業収穫口が減少したり、糞による森林や建築物への被害が、畜部島を中心に、琵琶湖北部地域で深刻化。具体的な対策が取れていない状態である。淀川下流域では、足などが繁茂していることから、絶滅危惧種である板パ原やアユモドキなどが生息する重要な地域となっていた。だが、 生活排水により淀川の水質汚濁によって個体数は激減。これに加え1984年に淀川大関が完成し、淡水による足群生地の水没などにより、板センパラの個体数は絶滅が危惧されるほど激減した。自然保護団体の指摘を受けた国土交通省近畿地方建設局は淀川大井上流部に人工のワンドを設けて、 イタセンパらの生息域を確保し、個体数の回復を図る対策を施した。一時期は効果があったものの、現状としては個体数の回復は絶望的との見方もある。あゆもどきも鴨川桂川の南端市や議長付近では絶滅、亀岡市付近の生息域には、京都府が京都スタジアムの建設を計画する、など、危機的状況である。ただ近年、 淀川の水質改善により、新淀川で天然ウナギがトレブランド化を図ろうと、されたり、天然アユが淀川から桂川、鴨川へと遡上するのが確認される。など、水質改善の効果の出ている部分もある。カッコ内の故障は、人造庫。淀川水系では、古来より人口密集地であったことから、地水、利水に重点が置かれた。 新淀川改作やヶ瀬ダム建設はその施策である。さらに戦後の高度経済成長期、美和湖を有効活用し、京阪神への水需要に応えるべく、淀川水系は水資源開発促進法に基づく開発指定水系となり、水資源開発公団による総合的なダム、石の建設が行われた。現在は統合管理されている。一方、滋賀県には、 農林水産省直轄の灌溉用ダムが多い。これは天井側による用水の取水困難が背景にあり、水争いの頻発していた大海盆地を潤すためである。関西電力の水力発電施設は日本で最初に商業発電をした琵琶湖素水の毛アゲ発電所があるが、淀川水系にある水力発電所のほとんどは出力1万キロワット以下の中小規模なもので、 本流にある発電所は、天ヶ瀬ダムの天ヶ瀬発電所、その天ヶ瀬ダム湖の水で揚水発電している、木仙山ダムと木仙山発電所、宇治発電所の3カ所で、流域の最小の発電所は、木津川の支流にある室生発電所がある。これは、関西圏への電力供給を行うための水力発電が、木曽川、水系、熊野川水系といった、 構造水力の大きい河川で古くから開発されていること、火力発電所や原子力発電所が近隣に多くそれらからの需要が大きいこと等が挙げられる。逆に、電力会社ではなく自分たちで小規模な水力、発電施設を作り利用、または売電する小水力発電が、京都嵐山と京都府営水道の宇治上水場と、組山広域ポンプ場、 大阪広域水道企業団の村の浄水場と、桃山大排水場、大阪市水道局長井排水場で行われている。また河川施設とは言えないかもしれないが、京阪電気鉄道中野島線の地下駅では、大川、道島川の水をポンプで汲み上げ熱交換して、駅の空調に使用している。黄色欄は建設中、再開発中もしくは計画中のダム。赤欄は、 国土交通省、または、片だしが県知事が、建設凍結を表明したダム。青欄は、木津川上流ダム群。このほか京都府内の木津川には浄水場1カ所、下水処理場が2カ所。桂川には浄水場2カ所、下水処理場が11カ所。西高瀬川に、下水処理場が1カ所ある。琵琶湖からの、瀬田川流出口かなに見える橋は、 大見大橋手田川、唐橋宇治川、立花島と等の島半信本線から上流方を望むなお、三行橋と平方大橋の間に、大阪府道17号平方高槻線の橋として、高槻大橋を小谷川合流付近に架橋する予定があるが、建設のめどは立っていない。また、三雪橋の下流には、豊臣政権の時代まで山崎橋がかかっていたが、失われ、 その後1962年まで都線が運行されていた。淀川の大阪府内の河川地域では野球やサッカーなどのチームが国土交通省淀川河川事務所に無断でバックネットやベンチなどを設置しグラウンドとして長年にわたり使用していた。河川法に違反するため同事務所は再三にわたり撤去を要請してきたがチーム関係者の抵抗で進んでいなかった。 しかし2019年以降に豪雨災害が相次いだ影響もあって、これらのチームのうち計33チームが2021年3月までにバックネットなどを撤去する方針であることが明らかになった。ありがとうございます。